メグロハスとヒラの仕様、同じブランドの CM 起用で金プリファン騒然。スノーマンのメグロハスが、後世のヘアケアブランド、ジュレームの新しいテレビ CM に出演することが1月31日に発表されました。このブランドのジュレーム IP シリーズでは、以前キング。 リンチェの平野使用が CM キャラクター務めており平野がグループを脱退退場することから別のジャニーズタレントが彼に変わるのではないかと騒がれていますいます。目黒が出演する新しい CM は深夜ラジオのようなシチュエーションで2月2日から全国で放送されます公式 youtube チャンネルで予告映像が公開され twitter 上ではめめめ目黒の愛称 の新 CM、顔もいいけど声も素晴らしい。メメのジュレームの CM ビジュアルが最高すぎる CM が流れるたびにかっこよすぎて興奮する W といった声が広がり、トレンドワードにもジュレームが登場しました。 発表と同時に SNS 上のジャニーズファンからは、平野仕様の CM がメグロハスに交代したという書き込みが相当数あり、一部の金プリファンが混乱しました。しかし、平野は現在もジュレーム IP の CM キャラクターを務めており、メグロはジュレームリラックスの CM に起用されたため、交代ではありません。 ちなみに、ジュレームリラックスは2021年から田中みなみがイメージキャラクターを務めていました。と、ジャニーズに詳しい芸能記者が説明しています。一時的に広まった交代説は誤解であるようですが、平野は5月22日に岸優ユタと神宮寺ユ太タと共にグループを脱退し、同時にジャニーズ事務所を退所。岸は秋に退所予定、すると発表しました。 以降も、長瀬門と高橋山の二人でグループを継続する予定ですが、退場したメンバーの CM がそのまま続く可能性は低く、いずれ別のタレントが引き継ぐことが確実視されています。過去には嵐の松本純や相葉正樹も、ジュレームの CM に出演していたことがあり、今回目黒が起用されたことから、ジャニーズ事務所と同ブランドの関係は強いと言えます。 そのため、平野の代役となるのは別のジャニーズタレントが務める可能性が高いと予測されています。と、前述の芸能記者が語っています。このような背景から、メグロの新 CM 出演については、キング。 リンチェのファンからのネット上で退場するキンプリメンバーの仕事が次々と引き継がれる予報なのではないか平野くんのファブリーズの CM 他のジャニーズに変わるのかなキンプリ全員でやってきたホインダの CM 変わらずにいてほしいといった複雑な声が寄せられているようですです一方目黒は新 CM に続いて2月1日に脱毛ブランド ビートメンのブランドイメージキャラクターに3年連続で起用されることが発表されました。昨年はドラマ、サイレント、フジテレビ系で俳優として大ブレイクしましたが、今年は広告業界でも大いに注目されることでしょう。ファンの支持の高さに加え、事務所のバックアップもあるからこそ、連続して広告出演が決まっていると考えられます。もしキング リンチェのメンバーたちの仕事が後輩たちに引き継がれることになればファンが複雑な気持ちになるのは理解できるものですがそれはある意味でジャニーズの伝統でもありますマップス。しかし、それでも割り切れない部分もあると考えられ、今後もキング、リンチェの CM 関する話題に敏感になるファンが増えることでしょうでしょう